寮から帰ってきて、はい、数日が経ち、はい、今日はすごい雪ですね。すごい雪です。雪見酒。うん、これでその時にはいただいたお肉、はい、熟成数日間熟成されたお肉で、はい、これがバラ。はい。今俺ちょっと油が少ない。はい。でこれがロース。何？うん、ロース。何よ？ロース。でこれがヘレ。ヘレ。でこれ油。油。今日はこれで何をします？今日はね、すき焼きを作りますね。先生、今日はすき焼きですか？はい。今日はすき焼きです。はい。はい。有機民すき焼きでございます。あれはもう天田さんの師匠さんが言ってはったのが、味噌で煮込まんとすき焼きが美味しい。はい、すき焼きに、岩つねぎ、あとはここで、はい、焼きましょう。味付けは塩コショウですね。シンプルに。はい。はい。それでは、始めます。やり返し。今日はもう包丁持ってきました。はい。やります。何やってきたかな。漆塗りです。はい。手作りですね。綺麗でしょ。これ、裏面。なんかほんまはなんか冷凍してスライサーって言うんだけど、スライサーも持ってないし、冷凍したら歯が抜けてもらうから、ここはわざと。うん、そうですね。はい。ヘレはどう？ヘレもすき焼き入れてみる？半分すき焼き入れます？どうしようか。入れへんな。とりあえず飲んだら置いといて、部位ごとにこれ自称ロース、これ自称バラ、これ自称じゃない、これはヘレ、これ焼き用。はい。先生、まずほんならすき焼き用に獅子の油をこうはい。で、それは。起きてきたね。イノシシですね。似てないの。似てない、全然似てない。似とるものまねしょうか。いや、もう、糸ようじやろ。やってみようよ。うん、しない。大塚製薬。糸ようじ。どうかな。では。乗せますよ。はい。いい匂いしてきた。こ抑えてるわ。いや、それ聞けよ。それ。あかん。料理みたいになってきた。自撮りのなんとかやな。そう。自撮りの炭火焼き。ではまず乾杯しましょうか。はい。お疲れ様です。はいはいどうやら燃えてるいただきます。うまっおいしいおいしいうまいな、うん、おいしいこれうまいわうん、うん、はい。で、割りした。はい。ほんまにうまいな。うまいな。では、すき焼きありやな。